作品を作るときに、僕はどんなくだらない番組とかを作るときもある程度ロジックが通ってないと嫌で、そのロジックを通るっていうことに関してはとにかくアシモフの作品に影響されたなと思いますね。我はロボットってアシモフの初期の話があって、それでロボット三原則ってできたんですけど、でロボットの行動原理なんてほとんどのロボットが人間を傷つけないとか、この人作ってるからっていう、何か一つのルールを決めて、ロボットの三原則の解釈だけで1話とか作るんですよ。だからロボットはこういうことできるはずだ、できないはずだとか、そういうなんかシンプルなルールだけでなんか、作品世界というかを構築していくみたいなものはすごい好きですね。だからそれはもしかしたら自分の作風とかの中にも入ってるかもしれない。僕にとってはロックスターみたいなもんですね、アイザック・アシモフは。バケモン中のバケモンですよ。なんか噂によると IQ180 ぐらいあったって言いますからね。ファウンデーションはもう本当最初の1冊2冊からもうぶっ飛ぶんですよ。どういう世界観よく作ったなみたいな、全く新しいもの見た感じなんだよな。ファウンデーションシリーズはまずめちゃくちゃ面白いんですよ。銀河帝国が崩壊するっていうのを予測した心理歴史学者のハリ・セルダンって人が、その帝国の崩壊のからの暗黒時代をできるだけ縮めるために、いろんな人を騙しながらファウンデーションっていう次のなんか、こうなんか対抗馬みたいなのを作るっていう大スペクタクル大歴史なんですけど、政治ものとしても面白いし SF ものとしても面白いし、で1作から3作か4作ぐらいまでかな、ファンデーションシリーズがあった後一旦アシモフって書くのやめて別のシリーズ書き始めたんですね。それまたロボットとかが出てくるシリーズで、それもめちゃくちゃ面白いんです。で、アシモフがある程度経ってからまたファンデーションシリーズの続編書き始めて、で僕は、それが全部出揃ったぐらいの時に大学生で時間がある時にしか読めない本を読みたいと思って、友人たちに聞いたら SF 超 SF マニアの友達がファウンデーションシリーズと、とにかくアシモフのそのシリーズを何も言わないから何もネタバレなしで読んだ方がいいって言われて、で読み始めて、で、この決定的な一冊ファウンデーションと地球に出会ったって感じですね。ファウンデーションと地球がなんで決定的かというと、これは、もうね、ここからネタバレになっちゃうんですけど、この大作の最後のページで あるキャラクターが出てくるんですけど、でそのキャラクターってこのファウンデーションシリーズと関係ないキャラクターなんです。それが決定的に出てきて、何が行われたかというと、アシモフの著作が全部そこでつながってユニバース化が行われて、今でいうと、MCU シリーズとかユニバースってされるじゃないですか。それぞれの作品が同じ世界線だったっていうのが分かるみたいな、それをこの時点でやってるんですよね、アシモフは。でこれ僕にとっては初ユニバース作品だと。俺が好きで読んでたのロボットと帝国とか夜明けのロボットとかとファウンデーションが、ま、全然違う話なんですけど、まさかここでつながるとはっていう決定的な1ページが出てくるんです。そこでもうそれを夜中かな、夜中に一人暮らしの部屋で読んでた時に震えて、翌朝すぐそれを教えてくれた友達に、俺に何も教えないでくれてありがとうって電話します。それぐらい震えたっていうシリーズですね。これはファウンデーションシリーズぐらいまで来ると読んでるってだけで嬉しいですよ、やっぱり、読んでる人がいるっていう。でもあんま出会ったことないですけどね、これ全部読んでて、これとこれを
めちゃくちゃ楽しそうに喋ってるのって僕の人生の友達でも2人しかいないんで、全部読んでるのは。それがその大学の時に勧められたっていうことですか？そうですそうです、教えてくれた彼。今もやっぱそういう話されるんですか？そうですね、一昨日も、はい、劉慶一郎っていう小説家がいるんですけど、劉慶一郎の話でめちゃくちゃ盛り上がりましたね。僕がこの間その人の小説を乃木坂の歴史マニアの人に、まあ、連載で勧めたんで、乃木坂の歴史マニアに劉慶一郎を勧めるってまあ、それってすごい、まあ、あんまりないことなんで、その話で盛り上がったって感じですね。ご友人たちと定期的にそういう話っていうか会話を持ってたんですか？定期的に、いや、ずっと LINE グループでそんな話してるっていう、はいはい、ずっと毎日、はい、それはずっとですね。何か問題があった時に、このファウンデーションの中の登場人物で、特にこの中で尊敬すべきハリセルダンとか、ハリセルダンの弟子とかは、とにかくロジカルに考えるんですよ、問題に対して。でロジカルに当たって、その先を見越して、失敗も含めた上で、人間は失敗するもんだっていうのを、それも計算に入れながら、大きな歴史を編んでいくんですけど、まあ、それがかっこいいと思ってたのは、自分のなんか仕事の中に生きてると思いますね。基本的には、失敗があった場合、その人を責めるんじゃなくて、仕組みに問題あるんじゃないかって考えるとかっていう、それは自分の癖なんですけど、人は失敗するもんだし、人は忘れるもんだし、人はやる気がなくなるもんだっていうのに前提に立った仕事術なんですけど、僕の場合だから、できるだけ仕組み化するし、自分を楽な場所に置くっていう、それはすごくこのロジカルな登場人物たちに、影響されてるのかもしれないなと思います。